優ディフェンダー松本陽太、背番号23ミッドフィルダー小島明、背番号6ミッドフィルダーリ・ハンジェ、背番号29ミッドフィルダー森村浩太、背番号8ミッドフィルダー矢沢達也、背番号30フォワード中島裕貴、背番号7フォワード吉田牧人、続いてリザーブ選手です。背番号34ゴールキーパー福井光輝、背番号24ディフェンダーキム・ソンギ、背番号14ミッドフィルダー吉浜亮平、背番号15ミッドフィルダー井上雄大、背番号18ミッドフィルダー平戸大輝、背番号39ミッドフィルダー重松健太郎、背番号17フォワード遠藤純喜、監督は相馬直樹です。Yeah!
町田ゼルビアの試合が行われます。今日は茨城町の日ということで、茨城町からたくさんの応援の皆さんが駆けつけてきております。特に今日はですね、自民党の女性の皆さんが50人バス1台かけて、応援に駆けつけてということでございます。どうか両チームともですね、十分に、力を発揮していい試合をやっていただきたい。そして水戸ホーリーホックにはぜひ、勝利を勝ち取っていただきたいというふうに思います。さて、茨城町はこの水戸市のですね、京津電機スタジアムのすぐ南隣から広がる大変広い町がありまして、面積が121平方キロ、そして人口が3万3000人、大変大きな町であります。そして農業の盛んな町であります。いちごが終わりまして、今トマト、そしてメロンが出荷をされている。大変豊かな農産物が産出される農業の盛んな町であります。今人口減少、少子化という問題がありますけれども、スポーツによって町づくりをしているところもあります。ぜひですね、このホーリーホックがさらにその強くなってですね、一部リーグに行けるようなチームになって、地域の発展のためにですね、貢献をしていただきたいなというふうに思います。先般この日のために私のところに決戦、しました水戸ホーリーホックの沼田社長が来てくださいました。非常に社長頑張っております。どうか選手の皆さんも社長に負けないぐらい頑張っていただきたい。そしてまたサポーターの皆さんやファンの皆さん方もですね、このホーリーホックをしっかりと応援して盛り上げていただきたいなというふうに思います。今日の試合が素晴らしい試合になりますことを心からお祈りを申し上げまして、町民茨城町の日にあたっての私のご挨拶に返させていただきます。大変ありがとうございました。両チーム、選手の入場です。
ピッチを入れ替えやがったな。